じゃあ私離婚するわ。はあ？ちょっと待てよ、そんな急に言われてもさ。ほら、あれだよ、あれ。夫は今まで見たことがないほど慌てていた。しかしここで口を出したのが義母だ。ちょっと幹事、うろたえるなんてやめなさい。みっともない。お母さんいつも言ってるでしょ、嫁は夫の言うことを聞くものよ。いいじゃない、離婚するって言ってるんだから。嫁の分際で夫に逆らうなんてとんでもないことよ。嫌なら出ていけばいいのよ。いや、まあそうだけど。出てけっていうか、もう離婚するので必然的に出ていくことになりますけどね。まったく口の減らない女ね。私は最初からこの子を好きになれなかったのよね。奇遇ですね。私も最初からあなたが大嫌いでした。私はリホ、とある企業に勤めている。夫の幹事とは交際期間半年で結婚を決め、結婚生活も2年を過ぎたところだ。私は彼の積極的に物事を決断してくれるところが大好きだった。これは私の育った環境が大きく影響していると思うが、私は三姉妹の真ん中っ子であり、普段はぼーっとしている柔らかい長女ではあるが、抑えるところはきちんと抑えている長女と、末っ子ではあるがリーダーシップ抜群の三女に挟まれ、親族のイベントごとや父親の仕事関係の人を家に招く時も二人の後について行動していた。そんな環境が影響しているとは言い切れないが、私は物事を決めることが苦手だ。しかもことが大きければ大きいほどぐるぐると考えを巡らせて、結局いつも考えがまとまらない。実家で暮らしている頃は二人にさえついていけば楽に生きていくことができた。だから積極的に物事を決めていく夫のことが頼もしく見えていたのだと思う。ただ自分で言うのもなんだが、人一倍こだわりは強い。これは自分でも自負している。私たち三姉妹は年が近いこともあるのか、父親の性格か、小さい頃は連帯責任でよく父親から怒られていた。上と下はすぐにごめんなさいと父親に謝っていたが、私は自分が納得できないと絶対に謝らない。正座させられ1時間2時間が経過しても絶対に謝らない私に、長女がしびれを切らし、いいからここはごめんなさいって言っとけば丸く収まるんだと父親の前で言い放ち、なんだその言い草はとさらに怒られ続ける。上と下には私のこだわりゆえ数々の迷惑をかけた。今となっては家族内の笑い話の一つとなっているが、まあ簡単に言ってしまえば判断は人に委ねるけど、自分の納得できないことには頑なに賛同しない性格だ。夫はそんな私を好きになり結婚を申し込んでくれた。とても奇特な人だ。夫と結婚してからというもの、生活は穏やかだった。私のこだわりを熟知している夫は私のこだわりポイントへ絶対に踏み込まない。私はこの生活がとても好きだった。そんな時夫に提案されたのがマイホームの購入だ。ねえ、結婚してもう2年だし、そろそろマイホーム検討しない？ああ、いいね。まだ先のことだけど、子供にはのびのび育ってほしいよね。それにリホは賃貸だといろいろと大変だろう。ああ、そうだね。私たちは結婚後賃貸マンションで暮らしているのだが、私は騒音が気になっていた。寝室で寝ていれば朝5時から下の住人のテレビの音で目が覚める。休日は隣の住人がギター片手に大声で歌を歌っている。我が家は6階建てのマンションの最上階の角部屋だったのだが、玄関先の通路からは晴れていれば綺麗な富士山が遠くに見える。それをわざわざ見に来る住人がいるのだが、我が家の玄関前でスマホを片手に、やっぱここ富士山綺麗だわと話し、なかなかその場から離れない住人がいる。ギターは騒音レベルで夫にも聞こえているレベルだが、下の住人の音は夫には聞こえていない。だから私の耳が敏感すぎるのだということは自覚しているが、毎朝5時に目が覚めてしまうことが多少のストレスになっていた。それに私は自分の出す音にもとても気を使っていた。私は少しでも音を軽減させようとモコモコのスリッパを履いて下の住人に気を使っていたのだが、夫は素足でドカドカと歩く。
別に普通の音だよと言われればそうなのかもしれないが、私にはそれすらもストレスで、とにかく人に迷惑をかけたくないという頭が働いてしまう。だから夫がマイホームを買おうと言ってくれたことがとても嬉しかった。子供のことはもちろんだが、私の性格も考慮してくれたことが本当に嬉しかったんだよね。夫は注文住宅にこだわっていて、土地から探すと意気込んでいた。私は彼の意見に賛同し、それからというもの、私たちは休日を土地探しに当てた。土地は3ヶ月で見つかり、いざ契約となった時のことだ。土地には手付金として200万、家には300万って考えてるけどいい？いいけど、私はいくら出せばいい？リホは出さなくていいよ、俺の貯蓄から出すから。え？そっか。俺がローンは支払っていくから、リホには生活にかかるお金を負担してほしい。OK、じゃあそうしようか。結構簡単にそれぞれの役目が決まった。それからホームメーカー探しが始まり、特にホームメーカーにこだわりのなかった私は夫が決定したことに従った。しかし、いざホームメーカーと契約を交わし、間取り決めまで話が進むと、義両親がそれに興味を示したのだ。ちょっと、もう間取りまで話が進んだんでしょ？ちょっと見せなさいな。ああ、はいはい。その日、義両親は我が家を訪ねてくるなり、間取り図に食いついた。あら、このキッチンはダメよ。使いづらいじゃない。え、そうなの？なんて言ったかしら、この独立したキッチン台。アイルランドキッチンだったかしらね。アイランドキッチンですか。まあ名前はどっちでもいいけれど、これはダメよ。よそ様にキッチンが丸見えじゃない。 L 字型にしてね。してね。なぜ義母が決める？私と夫が好んでキッチンを決めたのだから、それで何も問題ないではないか。私と幹事さんはアイランドキッチンがいいので問題ありませんよ。すると義母は私を睨みつけた。そして慌てて間に入る夫。まあまあ、まだ案の段階で決定じゃないから、そういった話はまた今度すればいいじゃない。夫の発言は的を全く得ていない。そうではなく、俺とリホの家なのだから母さんには関係ないと言えないのか。その後も義母は和室の間取りをもっと取るべきだ、家はバリアフリーにすべきだとか、まるで自分がここの住人かのような言葉を並べた。義父も義父で縁側を作るべきだとか言ってたっけな。まさかとは思うが、ここは釘を打っておくべきだろう。ねえ、新しい家って私と幹事さんが住むんだよね。私は義両親の帰宅後、夫に質問を投げかけた。ああ、そうだよ。私と幹事と子供だけが住むんだよね。なんで？なんでって、私あなたの両親と同居しないからね。それって一緒？うん。そんなはっきり言い切らなくても。こういうことははっきり言っておかないと後々揉めると思うからさ。それに土地探し始める時にも話したよね。私は自分の両親とも同居はしないし、あなたの両親とも同居はしないって。それを了承したのはあなただよね。まあそうだけど、でも一緒っていうのはどうなの？これから先、リホの両親だって子供の世話になる時が。来ないよ、あの二人は。だって子供には子供の人生があるって。今から二人で老人ホーム探してるくらいだし、お墓ももうあるしね。それってちょっと冷たくない？冷たい？何が？いや、それって親の面倒は全く見ないってことでしょ？いや、見るよ。ちょっと意味わかんない。親が困ってたら助けるよ、そんなの当たり前じゃん。いくら老人ホーム探してたって、親が体調不良になれば看病しに行くよ。私が許せないのは、子供の世話になって当然って思っている人だよ。私の両親は子供の生活の負担になることは避けようとする人たちだからね。それって俺の親が子供に迷惑をかける人って言いたいのか？はっきり言っちゃえばそうだね。その片鱗が見えるってこと。だってなんで私たちの家のことにあんなに口出してくるの？自立した子供たちだよ。アドバイスなら心よく受け入れられるけど、今日のはまるで自分たちが新しい家に一緒に暮らすから、いろいろと注文をつけているようにしか見えなかったよ。そんなことないだろ。そっか、私の勘違いか。だったらごめん。じゃあこの先、新しい家が完成してもあなたの両親と一緒に暮らすことはないんだよね？ねえよ。
そっかそっか、それならよかった。私の勘違いだったんだね、ごめんね。ここで夫から両親が一緒に暮らすことはないという言葉を引き出したが、その後も貴両親の口出しは変わらなかった。これはどう見ても同居一直線だろう。貴両親がいい人柄であれば、まあまだ若干考える余地はある。そして夫がきちんと同居したい旨を最初に伝えてくれていれば、それなりに考える余地がある。しかし夫は家が完成したら同居を強行するつもりなのだろう。それに私は義母の人となりが好きではない。義母は噂好きの人だ。そしていつも噂のネタを探している。義実家の目の前には狭小住宅が数軒建っているのだが、義母はそれらの住宅が何時に車を出し入れし、何時に自転車で出ていくのか一部始終を把握している。それは音がするたびにレースのカーテン越しに覗いているからだ。私はそんな義母の行動を見るたびにげんなりする。まあこういう人が近所に一人いればそれなりに治安は守られているのだろうが、私はこの義母の行動が嫌いだ。他人のことなんてどうでもいいだろう。困っていたら助ける、それだけで十分なはずだ。それに人のことを悪くしか言わないんだよね。これも嫌い。義母は口を開けば、私は嫌いじゃないんだけどね、悪人ではないんだけどねと枕言葉をつけては人の悪口を言っている。とても悪趣味だ。私には理解しえない思考の持ち主である。そしてそれを止めない義父。時には一緒になってご近所の動向をカーテン越しに伺い、ああでもないこうでもないと二人で言い合っている。こんな義両親と一緒に暮らすなど私にとっては地獄だ。そしてやはり親子と言うべきか、夫は人を見下すところがある。結婚前まではそんな片鱗を見ることはなかった。きっと隠していたのだろう。結婚してからというもの、夫は人を見下すような発言をする。あいつは使えない、あいつは仕事ができない、などなど否定的な発言が目につく。まあ会社に属している限りそう思ってしまうこともあるだろう。しかしその人らの採用を決めたのは会社である。私たちはそれに何も言えることはない。ある一定の能力を見込まれたから同じ会社で働いているのだろう。そんなことに目を向けているのは時間の無駄であり、精神的にも良くない。だけど夫は誰かを否定することで自分を保っているようだ。そんな夫にも少しだけがっかりしていたんだよね。そして今そのがっかりが大きなものに膨らみつつある。これで夫が同居を強行したら離婚しよう。それから貴両親が間取りについてとやかく発言しても私は静観を貫いた。すると貴両親は我が物顔で自分たちの要望を余すことなく設計士にぶつけていた。もうこれは完全にアウトだろうな。夫は最初こそ私の様子を伺っていたが、彼は私が何も言わなくなったことで安心していたんだろうね。その後は好き放題貴両親に発言することを許していた。そして義両親の要望が 100% 具現化された新築の家が建ったのだ。私と夫は引っ越し作業に追われていたが、なんとか目処が立ち、引っ越しは明日に控えていた。じゃあちょっと新しい家に行こうか。夫はニコニコと話しかけてきた。どうせ明日行くんだし明日でいいじゃん。そうはいかないよ。どこに何を置くかちゃんと見て決めないと。お前なんでそんなにやる気ねえんだよ。新築だぞ。リホのために建てた家だよ。よく言うよ。私の意見など何も反映されていない家に誰が住みたいと思うのか。それにさ、一回も様子を見に行かないっていうのもなんかさ、がっかりするもんだよ。だって興味ないし。あ？新築の家興味ない。おいおい、自由人もいい加減にしろよ。怒っちゃうよ。夫は新築の家に相当テンションが上がっている。そして私はだだ下がりだ。とにかく行くぞ。まあこれで片がつくなら行ってやってもいいか。そして新しい家に到着すると、見覚えのある荷物が運び込まれた後だった。はあ、やっぱりね。そして夫は階段を駆け上がると、先に待ち構えていた義両親を引き連れてきた。今日から両親も一緒に住むからな、よろしく。言った。こいつ本当に言った。はい、じゃあもう離婚で。これでも1ミクロくらいの期待は持っていた。
夫は私とした約束を守ってくれるのではと。まあこれは淡い期待だった。もう迷うことは何もないが、しばらくは見守ってやることに決めた。ちょっとリホさん、どうしてだんまりなのよ。家が完成したのだからおめでたいことでしょ。全然めでたくないです。あら、どうして。能なし夫が約束を守らなかったからです。はあ、お宅の能なし息子が約束を守らなかったって言ってます。あなた何を言い出すの。ねえ能なしさん、約束は覚えてる。何のことだよ。あ、自分が能なしって自覚してるんだ。私さ、あなたの両親とは同居したくないって言ったよね。そしてあなたも自分の両親と同居することはしないって私に言ったよね。それ覚えてる。ここは俺の金で建てた家だ。だからその家に住むものは俺が決める。へえ、え、俺が両親と一緒に住むことを決めたんだ。それに従ってもらう。私との約束は嘘だったの。そうだよ。だってそう言わないと家が建たないだろ。家が建たないって意味が分かんないけど、私のために家を建てるって言ってくれたのは嘘だったんだね。いや、それは本当、俺お前のこと好きだし、でも両親も大切だから、ごめん。そっか、分かった。リホ、あれ、じゃあ私離婚するわ。はあ、ちょっと待てよ、そんな急に言われてもさ。ほら、あれだよ、あれ。夫は今まで見たことがないほど慌てていた。しかしここで口を出したのが義母だ。ちょっと幹事、うろたえるなんてやめなさい。みっともない。お母さんいつも言ってるでしょ、嫁は夫の言うことを聞くものよ。いいじゃない、離婚するって言ってるんだから。嫁の分際で夫に逆らうなんてとんでもないことよ。嫌なら出ていけばいいのよ。いや、まあそうだけど。出てけっていうか、もう離婚するので必然的に出ていくことになりますけどね。まったく口の減らない女ね。私は最初からこの子を好きになれなかったのよね。へえ、奇遇ですね。私も最初からあなたが大嫌いでした。ただ最後に一つだけ、この家幹事だけの収入でローン支払っていけると思います。あ、やっぱり幹事の収入だけでやっていけるって勘違いしてますよね。ここは幹事名義の家だし、ローンも幹事の名義です。彼は収入から算出された金額をフルで借りています。彼の収入でローンを払っていったら誰が生活費を賄うんですか。幹事も忘れてるみたいですけど、生活費を工面するのは私だったんです。あなた方すでに年金暮らしですよね。かわいそう、せっかく新築に住むことができるのに3人分の生活費をがっつり年金で賄うことになるんですね。ご愁傷様です。え、ちょっと幹事、どういうことなの。私たちから一銭も徴収しないって話だったじゃない。それは。じゃあもう私には関係のない話なので失礼しますね。私はさっそうとその場を後にした。翌日の引っ越しも実は私の荷物のみ私の実家に送るように手配済み。夫のことは最後まで望みを捨てたくなかったけど、現実を考えればこれは正解だったと思う。その後夫と義両親は現実を目の前に立ち行かない生活を理解したのだろう。この後に及んですり寄ってきたが、彼らの考えはあくまで同居だ。そんなもの私が受け入れるはずもない。しかし重要なことはそれじゃない。自分たちの理想を優先して私をないがしろにしたことだ。それに私の性格的に決めたことは誰に何を言われようが揺るがない。結局離婚には半年かかったが、なんとか離婚は成立した。その後あの新築物件は手放したようで、完成から2年も経たずして競売物件に名を連ねた。やっぱりローンは払えなかったようだ。当然といえば当然だよね。だって二人馬力でお金の計算をしていたのだから。私は不動産会社に勤務している。だから競売物件も逐一チェックすることが日課の一つでもある。あの家が出てきたことはスカッとしたね。やっと離婚に決着がついたような気がしている。私は現在マイホームを建設中だ。独身でマイホーム、これは一生独身である匂いがプンプンしているが、それでいい。私はこだわりも強いし、きっと結婚というものはうまくいかないだろう。
これからもお一人様を満喫していくのだ。お一人様、いいと思います。人それぞれ自分の思うように生活できればそれで幸せですよね。リホさんが楽しく過ごせることを願っています。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。